画用紙で星の飾りを作ります。まずはコピー用紙で実物大の型紙を作ると簡単です。作りたい星の大きさのここの長さを決めます。幅15センチ、高さ6センチで作ってみます。型紙をどう作るか紙テープで説明しながら作ります。まずは15センチずつ5回折り筋をつけて、最後にのり代を作ります。次に15センチを3等分して折り筋をつけます。真ん中だけ4等分の折り目をつけます。真ん中だけ半分に折って、もう半分に折ります。横に細長く半分に折って折り筋をつけます。切るところはここです。折り目と折り目の真ん中を切ります。横のラインより少しはみ出して切ります。こちら側も同じように、真ん中を横のラインより少しはみ出して切ります。お隣も同じように切ります。3つ目の部屋は1本だけ切ります。ここまで書いたら上と下を逆にして、また同じ場所に線を引きます。なので最後は互い違いになります。慣れないうちは番号を振っておくと、組み立てるときにわかりやすいです。番号は5までいったら、また1から振ります。まずは15センチを5枚折っておきます。折り目はジグザグでなく同じ方向に直しておきます。1と1を組み合わせて、お隣の2と2を組み合わせて、そのお隣の3と3を組み合わせて、4と4、5と5を組み合わせます。最後はのりで留めます。慣れてくると番号を書かなくても、一番端と真ん中の互い違いに切ったところを組み合わせて、隣同士を組み合わせていくとできます。真ん中の横のラインからはみ出すのを忘れると、高さがずれてしまう時があるので、はみ出して切るのがポイントです。大きさも自由自在です。高さも自由自在です。作り方を覚えたら、
こんな簡単な型紙でもできるようになります。